ほとんど。はい。どうも、リュウジマルさん、リョウリです。今日はですね、思考シリーズでございます。思考シリーズなんですけど、なんかいろいろありまして、思考シリーズがなんと4本目になってしまったということで、私絶望のに不死に駆られているんですけども、思考シリーズっていうのはなんで思考シリーズかっていうと、やっぱり僕は本気で作ったレシピだから思考シリーズって言ってるんですね。まあ酔っ払ってはいますよ、結構酔っ払ってます、酔っ払ってはいるんですけども、本当に美味しいスンドゥブをね、皆さんに食べていただきたいということですね。で、今回はですね、私が最高に美味しいと思ったスンドゥブでございます。マジでうまいっす。はい、スンドゥブの作り方いろいろあるとは思うんですけど、今回はね、もうスーパーで買う食材でしかやりません。本当に美味しいので、今から締めとして至高のスンドゥブ、これね、まだちょっと寒いですよね皆さんね、これは食べたら超あったまりますからっていうのをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずですね、材料なんですけども、まあ、今回はね、結構至高なんでちょっと材料は多いんですけども、まずスンドゥブね、お豆腐ね、スンドゥブって純豆腐と書いてスンドゥブって読むので、お豆腐ですね、絹が、まあ、1パック、小さめ1パック 150g でございます。あと豚バラ肉、あと豚バラとアサリ入れるのが多いんですけども、アサリはね、なかなか生のものってスーパーにあったりもするんですけども、なかったり砂抜きされてないのが多かったりするんで、僕が使ってるのはいつもね、業務用スーパーで殻付きのアサリが売ってるんで、これこのパック1パック使います。もしこれがないっていう方は、むきあさりとかでも全然平気です。むきあさりにすると 60g ぐらいかな。はい、これはなんか10粒ぐらい。あとキムチですね、あと卵です。でニンニク、生姜、これは薬味として必要でございます。あとね、一つこれ用意しておきたいのがありまして、コンビニで売ってるやつでもいいんで、塩辛用意してください。これね、もともとのスンドゥブってね、魚介の旨味とかアミエビの塩辛とかね、韓国には結構あるんですけども、日本にはないので、今回は塩辛でね、この塩辛ね、めっちゃくちゃ深い味出すんですよ。塩辛はぜひ大さじ1杯だけ用意してください。入れると入れないと断じて違います。はい、であと長ネギですね。以上の食材でやっていきます。ということで、今回は至高のスンドゥブを作っていくんですけども、これはね、スンドゥブはね、やっぱね、僕は韓国料理屋とかだ、料理屋さんとかだと結構スンドゥブ食べるんですけど、やっぱりね、やっぱお酒がないといけないと思います。チャミスあった、チャミス、みんなチャミろうぜ、チャミろうぜ、みんな韓国ドラマとかで絶対こうやって飲む。じゃあみんなお手を拝借。じゃあ乾杯。乾杯。くぅ、盛り上がってこうぜ。甘いでしょ、甘い、果物みたいに甘い。ということでやっていきます。じゃあやっていきたいと思います。お酒がないんで、お酒飲みます。まずですね、必要なのは材料として、あれあるんですけども、僕はね、家でこういうの持ってるんですよ。韓国のほら、グツグツグツってなる土鍋みたいなやつですね。名前を忘れちゃいましたけど、忘れちゃいましたけど、これがあればこういうのでやってください。ない方はちっちゃいフライパンとかちっちゃい土鍋とかで全然平気なんで、ちっちゃい雪平鍋とかでも全然味変わんないので、今回はちょっと雰囲気が出るようなこれを使っていきたいと思います。はい、まず長ネギなんですけども、まあ、斜めにこうやって切っていきますね。長ネギはね、やっぱスープに香りをもたらしてくれるんで、香り、長ネギも一緒に煮込んでいくっていうのは大切だと思います。はい、なんで長ネギは用意してます。お野菜がね、意外と少ないんでね、このレシピはね、はい、好きな方はニラとか入れていただいてもいいですよ。ニンニクも生姜もおろしていくんで、皮だけ剥いといてください。生姜は皮付きのままで平気ですから、皮付きのままの方がね、香りがいい。あとはね、韓国料理は結構ハサミ使うんで、もうね、切るのはね、ネギぐらいで、豚バラあるんですけど、豚バラもね、こうやってね、切ってしまえば楽なんで、まあ、3、4センチ幅に切っておいてください。はい、そしたらもう、ハサミ洗うだけですから。キムチもザクッと切っといてください。はい、うん、ちょっと切ると、味がよく出ますから。はい、これぐらいね。で、簡単でしょ、これ。もう下処理以上、もう煮ていきます。はい、ということでやっていきたいと思います。まあ、大体ね、容量的にね、600から800ぐらいのが入る鍋であれば何でも大丈夫だと思います。はい、まずね、これね、いいのがね、直火でできるんですよ。で、ここでごま油大さじ1杯入れていきます。で、なんか最初から豆腐に入れるとかって思われるかもしれないですけど、ここ一番大事です。まず豚バラとキムチを調味料と一緒に炒めることによって、非常にいい香ばしい香りとですね、具材に味が染みますので、これを最初にやっていただきたい。まず炒めてください。豚バラ入れていきます。豚バラを入れてって、で、キムチを 60g、 これも入れていきます。火はね、入れたまんまで大丈夫です。で、ここでおろしにんにくとおろし生姜、これもね、入れちゃいます。ちょっと心配な方は別のところでやってくださいね、これね。僕は横着もんなんで、ここで吸っちゃいますけども、火力は中火ぐらいでいいです。こんな感じで生姜吸って、にんにくも吸っていきます。
で、ここにコチュジャン、ここで味をちゃんとつけていきます。コチュジャン、ね、僕が使ってるのはこの SB のやつですね。 SB のやつだと結構甘さがあるんで、韓国のなんかビビゴとかのやつを使うんであればちょっと砂糖を足していただくといい感じになります。ここで甘みと辛み、つけていきます、両方ともね。で、ここに塩辛、これをね一緒に炒めることによって塩辛の旨味がつきます。あと韓国唐辛子とか使うんですけども、今回はね家にない方もいらっしゃると思うんで、今回チビ唐辛子、あのね全然大丈夫です。ただちょっと辛くなります。韓国唐辛子小さじ1杯入れてください。で、これね全部こうやって絡めながら炒っていくんですね。こうすることによって豚バラとかね塩辛とかの臭みがどん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 この中で飛んでいく、そして味が凝縮されて非常にね香ばしいスンドゥブになりますので、これね炒めてください。これね結構重要です。これはね別に普通の鍋とかフライパンとかでも全然平気なんですね。ない方はそれでも全然平気、味ほとんど変わらないんで。でも雰囲気が出るんで今日はこれ使ってます。うちにあるんでねこれね。そうするとすっごいねなんか磯の香りに包まれるんです。これね韓国料理屋さんの味、匂いになってます。これね奥な感じにしないでください。そしてこのいい香りを飲みながら飲んでいきます。気持ちいい。じゃあどうなったら完成なんと思ったら、塩辛に十分火が通ってお肉にも十分火が通った感じで、やってください。まずねこれいってく、これがスンドゥブの一番美味しい旨味になっていくんで、これちゃんといってください。凝縮するんですよ。凝縮してからスープを作っていくんです。僕はあの韓国料理屋さん行くとスンドゥブであるところだと必ずねスンドゥブ頼むんですけど、ほんとすいません、あのいっちゃうまいですこれは。僕の中ではね相当作り直してましたけど、これが一番うまいです。そして豚肉火通ってって、だん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 ほらこのねスープ感が汁感がねだん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 なくなってくるんですね。なくなってきたらこっから第二段階でございます。水をね 300cc 入れます。ここから煮込みに入っていくんね。はい、じゃあここに水を入れてください。で、ここも入れていただいて、まだまだスープねこの器の容量いっぱいありますね。で、ここにアサリね、僕は冷凍の使ってますけど、生のアサリがある方は生のアサリ入れちゃっていいです。はい、だいたい10粒ぐらいでいいんですけども、ここいっぱいありますから。で、冷凍のアサリってこれね煮汁と一緒に冷凍パックされてるんですよ。なんでこの煮汁ごと入れちゃってください。これ解凍したらあのダメですよ。この固まってるこの汁がうまいんですからね。これ絶対解凍して入れないでくださいね。これ全部入れてください。これはい、ここでございます。これでアサリの出汁が全然出てくると思います。で、この中にはまだ出汁が入ってないんですよね。スープものっていうのはやっぱり出汁、本当は出汁だとか入れるんですけども、ご家庭にない方もいらっしゃると思うんで、塩辛とかと同じ海のうまみ成分を入れていきます。今回は白出汁でございますね。はい、白出汁小さじ2杯ね、小さじ2ですよ皆さん。大さじ3分の2は小さじ2杯ですからね。そしてあと僕の場合ちょっと甘めなスンドゥブが好きなんですね。なんで少し甘みつけていく、あの砂糖小さじ1杯です。ちょっと甘めなスンドゥブが好きなんで砂糖小さじ1杯ね。あのちょっと心配だなっていう方は砂糖小さじ半ぐらいから始めてもいいと思います。僕はちょっと甘さがあるスンドゥブが好きなんで、ここはもう好みでございます。はい、入れていきます。美味しいですから、もう見た目今超美味しそうじゃない。生のアサリを使うときは砂抜きしてるものを使ってくださいね。この時点でもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、ちょっとね沸かしていくんですけども、沸かしていくときにこのもう豆腐もね入れちゃう。豆腐は切るよりもなんか大きめにこうやってスプーンですくいながら入れた方が、スンドゥブっぽいです。大きめでいいですよ。あの混ぜていくときにお豆腐って結構崩れていくんで、最初から大きくやってると崩れてっても結構ね見栄えがいいです。1パックね6等分とかしていただくと、非常にいいのかな。ほら見た目めっちゃスンドゥブになっとるません？これがうまいんですよ皆さん、わかったか。いいからかんにあのちょっともう煮詰めているんですけども、でここで豆腐入れたらね、あのネギも入れたい。ネギもちょっと多かったかもしれないですけど、ネギネギしよう、みんな一緒にネギネギしようぜ。ちょっとネギ多かったかもしれないですね。太いネギだったからあれなんですけども、だいたい40から 50g 入れていただければ、うん、大丈夫でございます。はい、もうネギ好きだったらもういっぱい入れたらええや。ちょっと一回沸かしてください。一回沸かしましょう。焦らない。塩辛の旨味がめちゃくちゃ生きてんの。あー、でも沸いてきましたね。沸いてきました。そうです、そうです、それを待っていた。これです。結構ちょっとあの危ういですね、容量がね。ちょっとすぐ飲んでみる。大丈夫。ちょっとね減らします。まあまああの汁がねどん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 出てくるようだったら減らしてください。これね卵ほとんど、はい、
最後にこれ卵落としてるんですけど、ごま油ね、最後に、まあ、大さじ1杯ぐらいね、最後香り付けでやってください。もうほんと完成。これです、至高のスヌーブ完成でございます。いただきます。いや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 、もうこれ崩していいっすか、これもう崩しちゃおう、崩しちゃおう。あーうまそうだね、これほんとに。もうこんなスヌーブで飲める私はもう本当に幸せ者です。私あざりもいっちゃいますわ、ほんと。あ、すいません皆さん、じゃあちょっとね、チャミスルでね食べちゃうと思います。いただきます。冷えててうめえな、おい。豚と豆腐のところがいきましょうか。うまっ、スープやべえぞ。豚のうまみがめっちゃ出てる、最高にうまい。アサリからまひだし出てるな、これ。ネギの香りもいいし、変えてみたら分かると思います、この奥深い海鮮の香り。これ塩辛なんですよ。わざと甘み出してるんですけども、このね、甘みが非常に具材と合いますね。コチュジャンと一味唐辛子をいっぱい入れてるんで、結構ね、パンチが効いてます。ただ、酒飲みにはたまらん味付けになっております。半熟のこの卵ね、卵のとこいこうか。やべ、バイブス上がる。出汁が最高。これね、ご飯とかと食ってもいいと思うわ。あっけ。このコクのあるスープね、最高にうまいよ、これ。じゃあ、イビョンホン。あ、今日はゲストのイビョンホンに来ていただきました。やりすぎ。身長が同じっていう。身長が同じ、ね、ほぼ同じだからね。俺戦いです、うん、イビョンホンです。あ、でも面白そう、はい、これはチャン・グンソクに。こんにちは、カムサハムニだ。これ絶対荒れる。絶対荒れる。スンデブいただきます、はい、いただきます。どうぞ。あうん、まっ。最高でしょ。すごっ。何回かあの韓国料理屋のランチに行って、スンデブ定食マジ食ったことあるけど、なんかそれより全然深い気がするけど、この深さ塩かなんですよ。あ、韓国料理屋さんとかでも網エビ入れてやってたりとかっていう風にすると思うんだけど、せっかく日本にいいのがあるから、あの塩辛使ってやるのが結構好きで、海鮮の味が結構するんだよね。だしだとか使っていただいても全然美味しいんだけど、ちょっと海鮮を結構効かせてる感じ。俺はもうこのスンドゥブ定食で乗り込むから。ああ新大久保、新大久保ね。新大久保物件高いからちょっとなしかな。じゃあ3000円ぐらい取ろう。永久にこのスープすりたいんですよね。すぐ飲めるんですよ、配分が完璧。ちょっと甘めに作ってあるから、なんかもうちょっとキリッとさせたいんだったら、お砂糖減らしてもいいんだけど、俺はこの甘さがベストなんだね。だからこれに麺とか入れても美味しいし、ご飯にかけるのが一番うまい。まあまあそうだね。スープストックリュージーやろう。スープストックリュージー、相手がちょっと巨大すぎる。ちょっとね、負けちゃういますね、はい。韓国料理ってお肉と海鮮一緒に食べたりって結構するんだけど、スンズブはその最たるもんで、お出汁、肉のお出汁とアサリのお出汁といろんな出汁が絡まってこの深い味になるから、多分奥深いよね、韓国料理ね。家庭である材料だけでここまでの再現度超えてる気もするけど、ね、何回も作った。マジで、あのね、もう至高のレシピやるにあたってどんどんハードル上がってるから、俺もう下手なもん出せないと思って毎回プレッシャーと戦ってます。努力の傑作のスープをみんなにね、食べてもらいたいわ。具材はあのニラ入れてもらってしてもいいし、海鮮でまとめちゃってもいいし、タラとかも美味しいよ。もっとお肉入れてもいいし、それこそちょっと鍋っぽくしちゃってもみんなで楽しめるから、倍量作って、まだまだ寒いんでね、やってもらいたいです。これね、これは感動する。最高の鍋でございます、はい、ちゃんと飲食店にも通用するぐらいのやつやってますんで、なんで皆さんもぜひこの至高のスープやってみてください、はい。あと、豚バラはいった？いったね、はい。あと、キムチですね、はい。キムチを入れた方がキムチいいのでね、